今日のおやつはですね、ララポートにですね何回か行って撮影してるんですけど、で、あのボンチャってお店があるんですよ。タピオカの並ぼうと思ったんですけど、すごい数なんですよね、行くたんびに。だからもう仕方ないからね、もうあのうちのみーちゃんもとうとう自分でタピオカ作っちゃいました。でですね、これあの実はあの種、植物の種なんですよね。なんか芋かなんかの種みたいなんですけど、キャッサバとかいうね、あのタピオカの原料はキャッサバっていうやつで、なんか芋みたいな芋の種みたいなものなんですけど、それをねあの煮込むんですよね、お湯で、あの水で。でなんかカリウムとかカルシウム、マグネシウム、リンっていうね栄養素が入ってるんで、でかなりあのなんていうんですか、アンチエイジングとか、まああの肥満に効くとか、そういう効能があるようなんです、この種に。でこれもですね、できるだけあのうんゴンチャで飲んでる気分になるように、あのここのあの透明な器も買ってきまして、ストローもあのタピオカが通る太いちょっとストローですね、買ってきました。でただ気になることがあるみたいで、結構これカロリー高くて、100g あたり351カロリーって書いてあるんですけど、目安としてはね、ご飯が 100g で168カロリーっていうことですから、もう約2倍強あるっていう計算なんです。同じ 100g で換算するとかなりカロリーがあるっていうことなんですよ。で、まあ、100g って結構な量になるんで、あの一度に 100g なんて食べることはないと思うんですけど、大体のこのドリンクだって25とか30ぐらいの、量ですね。だから3分の1なんで、まあそれでも100カロリーぐらい、うん、あると思った方がいいんですけど、でこの原料がですね、ブラックタピオカ、こういう、まあこれにね、なんかあの茶色い種が入ってました、うん、でそれをこれミルクティーなんですよね、ミルクティーでタピオカを入れて飲むっていう状態なんですが、結局、うん、僕初めて飲んだんですけど、うん、タピオカ自体に味はないです。味がないんで、あのこれを美味しくいただこうと思うと、何かジュースにね、まああの混ぜるしかないですけど、これどこの国の飲み物だったっけな、台湾、うん、台湾が発祥みたいなんですが、うん、うん、台湾だからゴンチャね、うん、うん、ちょっと中華的な名前だと思ったんですけど、ゴンチャっていう、うん、でこれ困ったことにストローにね、まだ太さが足りないせいかね、このストロー一番太いやつだと思うんですけどね、これうん通らないです、ね、これもうん通らないときはもう手でこうやって出すしかないですね。うん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 、ゴンチャの、じゃあ年貢の具にね、
楽しいっていう字ですかね、これ中国語読みでゴンチャっていう読むんですかね、年貢の具ですね、これは。で楽しい、こんなこのような、字ですね、これね、どうですか、ちょっといろいろ味がこれ見てると3種類ぐらいあるようなんですけど、これがね実はもう今日もね、今日ちょうど田中そば店 の、 食べに行ったんですけど、その時にやっぱり見たらね並んでるんですよね、午前ね11時過ぎぐらいでしたかね、毎日だいたい1000人ぐらい来るみたいですね、店の人に聞いたら、だいたい目に見えてるだけで200人ぐらい並んでるんですよね、それがもう朝から晩までですからね、朝から晩ま で、 でこれお店がねこれね、今ネットで見るとねこうやって見えてますけど、これ初めて見ましたね、店のこの雰囲気の様子は。ここにいつも人だかりになってね並んでますからね、4列ぐらいになって、中でも飲めるようなスペースはあるんですけど、まあ、ほとんど座れないですね、ほとんどの人は。でこの状態で、これ朝から晩まで、もうちょっとどうでしょう、開店前から並んでるように なんでこんなね、どうですかね、味がね、これも結局ミルクティーとかに混ぜて飲むんですけど、ミルクティーの味しかしないんですけどね、あとはねなんかトッピングでねタピオカとアロエナタデココとかいろいろ混ぜれるみたいなんですが、ジャスミンティー、ウーロンティー、ブラックティー、いろんなお茶を混ぜて、これどうなんでしょう、まあ一種の流行りもんですから蓋がいらないな。これタピオカ自体ね、台湾製のタピオカの方がなんか食感がいいみたいですね。で僕今これ食べてるのはどこのやつかな、マレーシアって書いてありますね、原産国。まあ、台湾も、まあ、マレーシアとかから輸入してると思うんですけどね、っていうよりか本当のあのゴンチャのあのタピオカ飲んでないんで分かんないですね、実際比べようがないんですけど、まあ結局アイスティーじゃないや、アイスティーでこれミルクティーの味ってそんな別に大して甘いかね甘くないかぐらいの違いでそんなにね変わりないと思うんですよ。だからこれ自家製で作ったねやつとそう変わりないと思うんですけど、お茶だけで飲むのに色気がないんで、でちょっとこういう感じで体にいいというのが前提なんで、これがまあ流行っちゃったんでしょうね。今これも SNS で話題沸騰中って書いてありますよね、もう。結局今女性の中で流行ってるんでしょうね。これね、やっぱね、専用のストローじゃない、これ同じストロー同じ色してるけど、これ違うのかな、これ。いや通りますね。ちょっと苦労しながら
ドームのマックシェイクと同じ原理ですかね、うん、すんなり入ってこないっていうね、でこれをね、うん、これはね、この間カリアノーアスついてエビセンの里ですか、あそこで買ってきたんですけどね、これ結構あそこもね、たまに行くと八百屋さんで野菜が新鮮なんでね、野菜買ったり、ちょっと今の時期ね、お魚持ってこれないんで生物は買わないんですけど、まあ野菜買ったついでに、ついついこれ入ると買っちゃいますね、せんべいは。安いんですよね、一袋大体500円ぐらいの感じで置いてあるんですけど、うん、これね、食感はね、餅ですね。もうちょっと、なんていうかな、硬い寒天じゃないんですよね。寒天みたいに歯切れ良くないです。噛むとお餅みたいにちょっと伸びる感じなんで、歯にね、噛んだ時に歯に少しくっつく感じがあるんですね。ね、じゃあ、うん、お餅ですね、一番近い食感としては。ね、結局栄養素がね入ってるんでいいという、うん、ただどうでしょう、あの行列の雰囲気やね、うん、2時間は硬いですね。ちょっとこれ一杯に、ね、2時間は並んでられないんで、うん、タピオカを茹でるのがどうでしょう、1時間ぐらいかかるのかな。じゃあこれもうカチカチの豆っていうか種ですからね、これもともと。じゃあこれをこの状態までするのに、まあ1時間ぐらい茹でて、この状態までにするみたいなんですけど、お、うん、うん、アイスティーだけちょうだい、アイスティー、ミルクティーだけ。結構ね、これ食べ物としては、なんて言うんでしょう、うん、結構がっつり、うん、きますよ。女性の方はね、あの人たちはみんなこういうの好きなんで、ね、いいと思いますけど、まあ僕から一つ言えることは、まあ彼女やね、奥さんにね、ララポート行ってゴンチャが飲みたいって言ったら絶対に一緒に行かないことをお勧めします。はい、うん、の僕なんかあの列見てもう戦意喪失ですね。ね、まあ今まで撮影したところは、うん、丹波屋さんの食べ放題が40分ぐらいでした、待ち時間が。ね、で今日の田中そば店もまあ30分ぐらいですかね。ね、まあ3、40分ぐらいだったら、まあちょっと、はい、待てる範囲ではありますね。ちょっと他のものを見て時間が潰せるんで、だからいいんですけど、まあとりあえず、まあ丹波屋さんにしても、ケンタッキーにしてもかなり人気があるお店なんで、とりあえずはですね、お昼の時間帯ですね、12時1時ぐらいには食べたいなと思ったら、もう朝の10時とかには1番で入ってすぐに申し込んでおくっていうの、うん、それおすすめします。
はい、それしないともうまず食べれませんから、あの時間帯、その2時半とかね、3時とかになってお腹すきすぎちゃってね、待ってられませんよ。まあこんなこんなで、ね、まだあのちょっと僕はもう一軒食べたいとかあるんですよね。エビのマウンテン定食ってやつがね、あの食べたいんで、ちょっとまたそこ行こうと思ってます。また行ったらそこの動画作るんで、ぜひあの見てください。じゃあまあ今日はこんな感じで、さよなら。